ハロルド・アール・ハル・バロンはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1920年に開催されたアントワープオリンピックに参加して男子110メートルハードル層で銀メダルを獲得した。ハロルド・バロンは110メートルハードルを得意とした選手で1917年の AAU 選手権や1922年の NCWA 選手権で優勝している。 室内競技の70ヤードハードルでは AAU 選手権で1918年、1921年、1922年の3回 IC4A で1922年に優勝した実績がある。バロンはアントワープオリンピックの代表選考において当時のオリンピック記録と同じ15秒2を記録した。アントワープオリンピックでの百十メートルハードル走は十五。15? この国から24人の選手が出場して1920年8月17日から8月18日に実施された。一時予選を1位で通過したバロンは準決勝で当時の世界新記録にあたる15秒0を記録して1位となり決勝に臨んだ。決勝では準決勝でバロンと同じく15秒0の世界新記録を出していたカナダ代表のアール・トムソンがさらに世界新記録を 更新して14秒8で金メダルを獲得し、バロンは15秒1で銀メダルを獲得する結果となった。ペンシルベニア州立大学を卒業した後、彼は短期間ニューヨークの学校でコーチ業を務めた。その後、ジョージア工科大学でヘッドコーチとして採用された。109.728メートル、64.008メートル、 アスレチックスアットザ1920アントウェルペンサマーゲームズメンズ1 1 0ズハードルズありがとうございます。